こんにちは、粟田洋介です。今日は想像して絵を描けるようになる方法、独自の作風で絵を描けるようになる方法を実技も交えて一つ紹介したいと思います。この間たまたまネットで模写はできるけど想像で絵を描けない、なるほどそういう悩みもあるのかと思い、今回はそのトピックで動画を作ることにしました。大学の時に絵本のイラストレーションの授業を取ったんですが、その時に動物園に行って動物を写生して、それをもとに独自の動物のキャラクターの絵を描くっていう実習があったんですけど、なぜか理由は忘れちゃったんですけど、私はその実習出なかったんですね。だけど私は今まで独自にいろんなものを写生して、それで形を崩して絵を描くってことをやってきたので、それはいい方法だということは実感しています。これは動物以外のモチーフ、例えば人物とか生物とか風景ですね、そういったものにも使える方法です。リアルではない絵を描こうと思った時に、そのリアルじゃない形を崩している人の作品を見て、それでヒントを得るっていうのもいい方法だと思います。でも描いたものが模写になっちゃう人にとってはあんまりいい方法ではないと思います。模写というのは人の作品を見てそっくりに描く方法のことです。模写はそのアーティストがどんな風に描いているのかとか、その作品が素晴らしいのはどうしてなのか、描くことによって学ぶことができる方法です。上手に模写ができるスキルっていうのは素晴らしいと思うんですけど、アイデア的には模写っていうのは人の作品を写してるだけなので、いくらうまく描いても世に出せば盗作です。だからアイデアっていうのは自分でそこからアレンジしなければならないわけです。なので人の作品を見て描くんじゃなくて、人物でも動物でも生物でも風景でも何でもいいんですけど、本物を見てその形を崩してどういう風に描くのかっていうのを想像するのはあなた自身だからです。あなただけの想像力であなた独自のスタイルを作り出すのです。写生といっても写実的に描いてもいいんですけど、必ずしも写実的に描く必要はありません。本物のモデルの特徴をつかめば良いのです。本物を見ることによって多くの人が見逃している特徴に気づくかもしれないし、いろいろな面で独自のアイデアが広がります。実物を見るのが難しい場合は写真でも良いと思います。でもできれば実物を見た方がいろいろな発見ができるので、その方が良いと思います。さて、うちには2匹の猫がいます。なのでモデルになってもらおうと思います。この子の特徴は口が結構ワイドで、で顔がふっくらした感じで、なんかそれが特徴だと思っています。そういった特徴は実物を見ないとなかなかわからないことです。リアルではなく、そういった特徴を少し大げさに描いていきます。今度は今描いた絵をより崩して描いていきます。さらにこの絵からもう一枚描き足して、こんな感じに仕上げました。さて、今度はもう一匹の子の絵を描いていきます。この子はさっきの子よりも口がちょっと細い感じです。でもそれ以外にもたくさん特徴があります。モデルに似せて描いたり、特徴を捉えたりするっていうのも一つの方法なんですけど、独自の作風という意味では似てなくても独特で面白い絵を描くっていうのもいいんじゃないかと思います。今次々に描いていますが、3番目に描いたやつがこの子の似顔絵として私自身は気に入っています。そういった感じで気に入ったものを仕上げていったり、そこからまたさらに形を整えていったり変えていったりしてもいいんじゃないかと思います。で、今私が絵を描いたところをご覧いただいたんですが、今の私はあんな感じで絵を描くんですけど、絵の描き方って一人一人違うし、20年前、30年前の私は違う絵の描き方をしていたわけですし、さっきのは例えって感じで、好きなような絵の描き方をしたんでいいと思います。スケッチをして、それで少しずつ形を変えていくっていうのは、独自の作風を作る一つの方法で、もう一つ、私が考えた方法を紹介したいと思います。ご存知の方も多いと思いますが、想像の像っていう彫刻がありますよね。本来日本には象はいないんですが、象を見たことがない人が外国で象を見た人の話をもとに作った象の彫刻です。大きな体に長い鼻、そういった特徴は同じなんだけど、本物の象さんと比べると全く別の生き物って感じなんですよね。
子供の時に小学校でそれを習ってなんて面白いんだって思ったんですけど、今でもすっごいそれは面白いと思っています。だから私は見たことがあるものでも、あたかもそれを見たことがない人が描いたような絵を描いたら面白いんじゃないかなと思って、たまにそういう感じの絵を描いています。さっき2匹の猫の絵を似顔絵風に描いたんですが、後の方に描いた茶色い猫の絵を想像の猫という感じで描いてみました。それがこれなんですけど、毛が長くて尻尾がワーンってなってて、そんな感じの猫っていうか、これを猫と呼ぶには難しいような動物の絵ですね。こんなの猫じゃないって感じなんですけど、私はうちの猫をそれなりに熟知しているつもりでそれで描いているので、こういう風に描けたんじゃないかなと思っています。でも熟知してるとか見たことがないとかそういうこと関係なしに、一枚の絵として面白いものを描くっていうことを私は重視しています。本物のモデルを見て描く方法では、本物から伝わるイメージっていうのを絵に表すことができます。でも本物を見たことがあってもなくても、ナンセンスな面白さっていうのを表現できると思うし、本当の自分の個性が出しやすい絵の描き方なのかもしれないと私は思っています。で、もう一匹の猫の絵も、今度は想像の猫って感じではないんですけど、簡単なペン画ですが仕上げてみました。こんな感じです。ワイドな口にまん丸の目、それから長い毛ですね。そういう形的な特徴に加えて、この子の性格的な特徴も表現しようと思いながら描きました。スケッチをして、その形を独自のスタイルに変えて、それを面白くしていくっていうのにはかなり時間がかかることだと思います。それは個人差もあると思いますし、自分のスタイルがもうすぐできちゃうっていう人もいれば、すごい時間をかけていろいろと研究と実験を重ねるように、たくさんたくさん絵を描いて一つのスタイルを築き上げていくという人もいると思います。私の場合は後者で、何年も何年もかかりました。今は長年そういう風に絵を描いてきたおかげで、早くアイデアを出せて早く描けるようになりました。だから独自の作風なんて時間をかけて作り上げていけばいいんだと思います。そしてそれに終わりがある人もいればない人もいます。私の場合は終わりがなくて、そうであってほしいと思っています。独自の作風なんて時間をかけて作り上げていったらいいと思います。そしてその中途半端な出来栄えにも満足しながら描いていったんでいいと思います。そうやって進化していけばいいんです。私もこれからまだまだ進化していくつもりなので、長い人生の中、今現在の私はまだまだ中途半端です。でも一枚一枚絵を仕上げるごとに、毎回毎回私はその出来栄えに満足しています。中途半端っていうのは、先が見えない自分の未来の作品と比べて中途半端だと言っていることで、今描いてる作風っていうのは何年も前、もしくは1日前、いや1時間前でもいいです。そこからさらに進化して今まで描いた最高の作品なので、今描いている作品の出来栄えには満足しなければならないんだと私は思っています。私のチャンネルでは私の作品、作風をご覧いただいてるんですが、皆様はどんな作風で絵を描いていらっしゃいますか？もしくは描きたい作風、それから絵を描かない人でも好きな作風などがございましたら、ぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、コメント、それからチャンネル登録をいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。